に服が消し飛んで素肌が発光してくるくる回転しつつ気持ちよさげな声。私そんなことになってたんですか？確かにお風呂に入るときは裸だし気持ちいい声が出ちゃいますよね。これが魔法少女の衣装。ひらひらでふわふわ、かわいい。改めて言われると恥ずかしいですね。嬉しいんですけど、何度も言わないでください。倒れちゃいます。聞きたいですか？ピュアなハートにロックオン、マジカルアロー、クリティカル、魔法狩人ピュアリーしおり、あなたの心に愛の矢を。ありがとうございます。これで少しはお姉ちゃんに近づけたのかな。これやってみたかったんです。まさか私が魔法少女になるなんて、こんな形で誰かの役に立てるなんて思いませんでした。本当にそうでしょうか？急に頭を撫でるのは驚いてしまいます。でもなんだか自信が出てきました。さんって落ち着いて考えると不思議な生き物ですよね。確かに私もかすみさんも口数は多くありませんし、モーラさんだけでずっと話している時ありますよね。希望が魔法少女らしさ。言葉としてはわかるのですが、それを自分でやるのは難しいですね。まだまだです。もっと子供たちに喜んでもらえるようにならないと。そうだ、笑顔の練習手伝ってもらえませんか？行きますね。ニコー。じっと見つめられるとは恥ずかしい。師匠のおかげで新しい魔法を会得することができました。教えを請うというのは大切なことですね。寄り道なんかじゃないですよ。きちんとした修行です。何を言ってるんですか。もう
少女の物語だと、話が進むにつれて新しい魔法少女が仲間に加わったりするんですけど、新たな魔法少女なんだかワクワクする響きですね。来た魔法の国ってどんな国なんでしょう。きっと楽しいところですよね。モーラさんに聞けば生き方を教えてくれるでしょうか。お姉ちゃんや牧場のみんなと行きたいですね。もちろんあなたも一緒に。闇のお姉ちゃん、もし初音お姉ちゃんが闇のお姉ちゃん化したら、私は、はい、お姉ちゃんに限ってそんなことないですよね。初音お姉ちゃんはいつだって私の目標のお姉ちゃんです。むしろ光のお姉ちゃんです。